安いのには必ず理由がある。中央金っていうのはお客様の命を預かってする美容の製品になりますので、必然的にコストも高くなってくる。脂肪デザイン部の葛島先生です。本日は脂肪吸の値段について、普段はなかなかお話ししない内容になりますが、美容外科医の視点でかなり詳しいことまで全てお話しできればと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。皆さんが思う脂肪吸の値段っていくらぐらいが適切でしょうか？今回なぜ脂肪吸の値段についてお話ししようかと思ったかと言いますと、その一番の理由は脂肪吸の修正手術の依頼が本当に多いからです。脂肪吸の手術を受けたけれども満足する結果にならなかったということで、もう一度脂肪吸の手術をご希望されるお客様がたくさんいらっしゃいます。そうなってくるとまた脂肪吸の手術の費用がかかってくるかと思いますので、脂肪吸の手術の正しい値段を知っておくということは、余計な費用をかけないためにも1回の手術で満足する結果になるためにもとても重要なことになってくるかと思います。脂肪吸の施術を専門に扱っている私の立場から脂肪吸の値段について詳しくご紹介できればと思いますので、何か質問疑問があればコメントお願いいたします。まず大前提として、どんな施術でもクリニックごとに値段っていうのは異なってくるかと思いますが、安いのには必ず理由があるということです。脂肪吸の手術の値段が安すぎても注意した方がいいかと思います。一般的になんですけど、脂肪吸の手術っていうのは脂肪吸引する専門の機械を使ったり、手技の難しさから美容医療の中でも価格が高額になりやすいです。いい機械は値段が高いです。いい機械だからこそ脂肪を短時間で吸引することができたり、ダウンタイムを抑えて制することが可能だったりします。そしていい機械っていうのは仕上がりの面でも高いクオリティを出すことができます。脂肪をただ吸うことだけを考えるんだったら、脂肪を吸う専門の機械を使わなかったとしてもシリンジとかで脂肪自体を吸うことが可能です。脂肪を吸引するための専門の機械ではなくて、あくまでもシリンジですので、その分コストを削減することも可能です。コストをかけることができないクリニックはそのようにしている場合も多いかと思います。逆にレーザーとかアキーセルはとてもいい機械ですので、その分コストがかかります。実際の製図風景だったりを見ていただければ、その機械の良さを実感することはできると思います。そして脂肪吸引を専門に行っている先生だったら、脂肪吸引する道具にもこだわっている先生が多いかと思います。私自身も脂肪吸引する上ではとてもこだわっておりまして、脂肪吸引っていうのは細い管を使って吸引するんですね。だいたい1人のお客様に対して加入例を4本か5本ぐらい使うんですね。例えば細いのだったり太いのだったり、あとは短いのだったり長いのだったり、時には曲がったカニューレを使ったりすることもあるんです。そして1回使ったカニューレっていうのは必ず消毒をしますので、その分本数が増えると消毒するコストも変わってくると思います。体の脂肪吸引となると清潔に手術をするために広い範囲を消毒することも必要ですし、完全に寝ていただいた状態で手術をしますので、寝るために必要な麻酔の量、麻酔代もかかってきます。脂肪吸引の手術は脂肪を吸引するだけで終わりではなくて、その後圧迫もしないといけません。なのでその圧迫費の値段だったり、圧迫してくださるナースさんの人件費だったり、一見脂肪吸引の手術を安全で高いクオリティでしようと思うと、環境面だったり人材育成面だったり管理面だったりで手間がかかってくるのは事実かと思います。寝て行う麻酔の仕方を間違ってしまったら、最悪呼吸が停止して死亡してしまう。そのぐらい脂肪筋っていうのはお客様の命を預かってする美容の製品になりますので、必然的にコストも高くなってくる可能性が高いと思います。例えばですけども、二重の埋没法の手術で20万30万なのに、脂肪筋の値段が10万とかだったら、それは安すぎる、何かがおかしいと思った方がいいと思います。二重の埋没法の手術は起きた状態で行いますので、寝て行う麻酔を使いませんので、最悪呼吸が停止して死亡してしまう、そんなようなことは起きないと思います。何が言いたいかと言いますと、脂肪吸引の手術はお客様の大切な命を扱った状態で成長しますので、それ相当の価格になる場合が多いかと思います。低価格な手術は価格が安い分、環境面だったり人材育成面だったり管理面だったりを削って運営している可能性が高いと思います。そういった運営ではリスクが高くてトラブルになりかねません。麻酔のコストを削減しているせいで、しっかりと手術中に麻酔が効かずに起きてしまったとか、麻酔が効かずに手術に動いてしまってうまく吸引することができなかったとか、結果的に脂肪が全然取れずに本当に細くなったかわからないとか、いろんなトラブルがあるかと思います。脂肪吸引の値段を調べれば各クリニックごとの値段は出てくるかと思いますので、このクリニック、この先生が安くやってくれるからここにしようみたいに、安いという値段だけで決めない方がいいかと思います。
なぜなら先ほどご説明したように、安いからには必ず何かしらの理由があるからです。何が安いのか、何が高いのかは、これに関しましては自分の価値観の問題になってくるかと思いますので、自分が一番納得できる値段で決めるのが最終的にはいいのかなって思います。実は日々の生活の中でも何を優先するのかで、自分が知らないうちに気づかないうちに価格を決めていることは多いかと思います。例えば喉が渇いたと思って自動販売機で水を買ったとします。その水っていうのは 500ml のペットボトルで120円だったとします。喉が渇いた時にお水を自動販売機で買うのか、それとも安いスーパーで買うのか、これも価値観の問題だと思います。同じ2リットルの水を飲もうとすると、ペットボトル 500ml が4本必要ですので、自動販売機だと合計480円かかります。でもスーパーで2リットルの水を買うと100円ですので、この差っていうのは約5倍近くあると思うんですね。でもおそらく喉が渇いた時にお水を買うとなると、自動販売機で 500ml のペットボトル120円で買う人の方が圧倒的に多いと思います。何が安くて何が高いのかっていうのは本当に一人一人価値観が違ってくると思いますので、最終的には自分が一番納得する値段っていうのが大事になってくると思います。今お水の値段を例えばの例でお話ししましたが、脂肪吸引の手術も自分が最終的な一番納得した価格、納得した先生で行うのがいいと思います。今の時代調べれば何でも出てくると思います。ちょっと調べれば脂肪吸引の部位ごとの相場の価格も出てくると思います。これは必ずどこのクリニックのホームページにも記載されている内容です。いろいろ調べた上での相場の価格は一つの目安になると思いますし、その相場と比べてどれくらいかけ離れているかも一つの目安になると思います。例えば大体の相場が50万円ぐらいだったとして、それが10万円でできるよとか、100万円かかってしまいますよとかだったら、何か理由があると思った方がいいと思います。この動画の最初の方でお伝えしたかと思いますが、脂肪吸引の手術を安いという値段だけで選んでしまいますと、満足する結果にならなかった場合に、再手術の値段だったり修正手術の値段だったり、余計な費用がかかってしまうだけではなくて、またもう一度ダウンタイムの期間を取らないといけないとか、気になってしまうことで悩んでしまう時間とか、精神的にも辛くなってしまう可能性があると思います。同じ部位の手術を何度もしなくて済むように、1回の手術で満足する結果が得られるように、本日の動画では脂肪吸引の手術の価格が一体いくらくらいが適切なのか、美容外科医の視点でご紹介しました。脂肪吸引の手術を失敗しないためにも、脂肪吸引の手術を専門で行っているドクターを選ぶこと、そして価格だけ決めないことが大切だと思います。この内容が少しでも参考になったと思う方は、いいねボタンとチャンネル登録していただくととても励みになります。引き続き有益な情報を発信していければと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。それではまた。